男性不妊治療の最先端手術。精細管という管なんですけど、はい、まあ非常に細いですね。今不妊に悩むカップルは 5.5 組に1組、そしてその原因の半分近くは男性にあると言われています。産める可能性が 1% でもあるならそれはやりきりたいなと。夫に父親になってもらいたいという自分たちの子供に会いたい。男性不妊治療に臨むある一組の夫婦を取材しました。大阪府内に住む原田さん夫妻。夫の義明さんは32歳、食品メーカーに勤務する営業マン。妻の直美さんは33歳、一つ年上の姉さん女房です。飽きやすいやめろ多趣味で飽きやすいです。常に新しいものを取り入れてるっていういい言い方して、いい言い方。義明さんの赴任先長野県で知り合った2人。居酒屋で一人で飲んでいた義明さんの隣の席に座ったのが妻、直美さんでした。どんな印象だったんですか、奥さん見られた時。まあ可愛らしい子可愛らしい子だなと。どうもありがとうその後、2人の距離は近づき5年前に結婚しました。まあ、そのうち子供もできて、まあなんか賑やかに生活してるんだろうなっていう想像はしてましたね、なんとなく。僕は2人って。そうだね、絶対2人と思ってた。しかし結婚から4年が過ぎても子宝には恵まれず、去年義明さんが大阪に転勤になったのを機に本格的な不妊症の治療を開始。夫婦で検査を受けました。そこで診断されたのが夫義明さんの無精子症でした。こうなんかね、ペンペンペンって書かれてるしね、あれって思ったら先生に見せられて、みんなこれこういうブランクなんじゃないのみたいな思ってしまいましたね、最初見た時は。あ、なんかやってもそうなんだなきっと。まあなんかね、成績表みたいで嫌ですね確かにね、数値表みたいな、ね、検査結果が出た日も義明さんは仕事に出かけたといいます。その時送られてきたメッセージには、迷惑かけて悪いな、ご主人が。そうですね、主人が言って、まあ、謝る必要はないよって。ちょっと辛かったですか。向こう、そうですね、主人がごめんって思っていることが辛かったですね思わせてるっていうのが。大阪梅田にあるリプロダクションクリニック大阪。一度無精子症と診断された義明さんでしたが、かすかな望みを胸に再び精液検査に臨みました。採取された精液はすぐに培養室で顕微鏡にかけ精子を探します。すぐ分かるものなんですか。そうですね、やっぱり普通にいる人だともう画面いっぱいに泳いでるのが出てくるんですけど、もう画面に精子が今全くいないので。正常なら精液 1cc あたり1500万以上の精子がいると言われています。精子が作られるのは陰嚢の中にある精巣です。精巣の内部には精細管と呼ばれる管が1000本ほど詰まっていて、その一本一本から精子が作られていきます。無精子症には大きく分けて2種類あり、一つは精子は作られているのにその通り道が詰まってしまう閉塞性無精子症。そしてもう一つは精子を作る機能自体が低下している非閉塞性無精子症です。
神妙な面持ちで結果を待つ2人。ここで見つかったらいいなっていう思いもありますし、はい、ですね、まず今日の精液検査の結果からお伝えするとね、はい、でもやっぱスライドで精子確認できないっていう状況なんですね、この状況をね、まあ、無精子症というふうに言います。検査の結果、吉明さんは非閉塞性無精子症、つまり精子を作る機能に問題があることが分かりました。しかしまだわずかに作られている可能性はあるということですね。ですので次のステップとしては精巣から精子を取りに行く手術を行いましょうと。まだ精子が作られている可能性がある。吉明さんが勧められた手術は、精巣の中から精子を形成する精細管を取り出し、直接精子を見つけ出すというもの。手術は局部麻酔で行われ、モニターで精子を探し出す様子を自分の目で見届けることとなります。まあ、ご自身のことだし、本当に今可能性がないのかっていうのも、まあ、見てもらった方が、まあ、僕らとしてもちゃんと納得はいくかなと。この方法で精子が見つかるのは4人に1人。まあ、とにかくやってみるしかない。そうだね、はい、大丈夫です、はい、まあ、全力尽くしてね、まずは精子回収なんで、はい、そこを頑張っていきます。はい、はい、想像すると本当に行きたくない、行きたくないって思うぐらい、やっぱ男性なら誰もが分かっていただけるんじゃないかなと思ってるんですけどね、このドキドキ感は。それでも前日の夜は、いよいよ、いよいよ明日だね、明日。まあ結果はどうあれ、まあ、その時考えましょうと、そういうことです ね、そうやってね、やりきって。やってる時はね、痛くないからいいんだろうけど、想像するだけで嫌だよね、カチャカチャ言ってるのとかね、触られてるの分かるでしょ、うん、さっきコロコロって転がっていったらどうしようって言ってなんで自分で、その代わりに今何入れるかな、タピオカとか入れるやつあるでしょ細かくない、ちょっと。では奥様、少しお待ちください。はい、はい、行ってきます。大丈夫。はい、はい、頑張りましょう。妻の直美さんは祈るような思いで待ちます。そしたら今から始めていきますから、もし痛みあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。はい、じゃあお願いします。お願いします。ふーっと押される感じがあると思いますね。息詰めないようにね、ゆっくり息してみてください。はい、吉明さんもモニターで手術の様子を見つめます。ん、これがもうたまたま、そうですね、これ精巣の中なんですね。でこの一本の精細管という管なんですけど、はい、まあ非常に細いですね、はい、正常のまあ3分の1、4分の1ぐらいの健康な精細管は太くて白いと言います。しかし吉明さんの精細管は透明で細く、ほぼ機能していない様子。それでもなるべく状態のいいものを選別します。もう今一つ取りましたんで、はいはい、今から中の細胞をね、バラバラにして、はい、見ていきますんでね、はい、取り出された精細管はすぐに顕微鏡にかけられ精子を探します。しかしモニターに映し出されたのは、
1枚目塩です、はい、SCO セルトリセルオンリー、つまり生殖細胞って精子になっていくものが今ない状況ですね、はい、セルトリ細胞って言って精子になるのを助けるための細胞はあります、はい、ただこれでは精子にならないんで、ね、2枚目塩です、はい、何度も精細管が取り出されたものの生殖細胞は全く見つかりません。今で片方終わったんです、はいはい、もう片方頑張りましょうね、はいはい、およそ30分が経過、右の精巣を諦め左の精巣を調べます。だいたい左も右も同じような感じですね、はい、その大元の細胞さえあればっていうところなんですけどね。左の精巣にも精子が見つからなければ自分たちの子供を持ちたいという夫婦の夢は絶たれることになります。2枚目塩です、はい、その後何度も採取が繰り返され手術は終了しました。じゃあ一緒に行きましょう。どうぞ。まずちょっとね入ってもらいましょう。横になって、はい、ちょっと残念ながらその精子になっていく大元の細胞がない状況なんですね。でただ印象としては先天的な方の可能性が高いかなと。もともとそういう幹細胞生殖細胞がなくて、はい、で精子ができてこないというパターンなのかなというふうには現時点では考えてます。2人に突きつけられた厳しい現実。いなさそうやな。そうだね、元からっぽいって言ってたもんね。すまんな。うん、すまんな。いいよ全然。まあやはりうまくいく人うまくいかない人っておられるんですけど、まあ、今回もうご主人の遺伝子を残す可能性っていうのは、まあ、ほぼゼロというお話もさせていただきましたけども、まあ、いろんな選択肢がありますし、もう何もしないという選択肢ももちろん2人でも家族なの でそういった中で、まあ、納得のいく形でね、で前に進んでいっていただきたいなというふうに思いますね。2人で戦ったあの手術から1週間。まあ、くよくよしててもね、仕方ないし、しょうがない。まあ、世の中もっと辛い思いしてる方々もいるし、まあ、立ち止まる必要はね、ないもんね。まあ、人生の一つの通り道、まあこれからだね。そうだね。